Welcome back. Hello World. 今夜は J-Wave h e l l o w o r l d 今夜は J-Wave Audition 2014便乗企画ナビゲーターのお仕事ということで、まあ、たくさんみんなから質問来てるんですけど、時間内にこれ全部答えられないね。できる限りちょっと行ってみたいと思いますけど、えー、40歳は応募できませんかって応募資格的にはできないんですよね。ただね、僕いつも思うんですけど、そ範囲を決めないことですね。やりたいと思ったら40歳でも履歴書送ればいいじゃないですか。ね、それで、あの、 っっってしまったたに年齢で起こったのか僕ねあの自分が選ぶ側じゃないから分かんないですけど内容良かったら年齢関係ないんじゃないんですかねって。って思うんですよはい例えば DJ も制作のスタッフとか分かりませんけど常にその何ですか募集とかしてないですよでもいい人材は常に求めてるんで募集してないと送っちゃいけない ってないと思うんですよねまずそこで自分のなんか範囲を決めちゃってるそこをまず取っ払って何でも物事考えられればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどねそういうとこ壊していくところからはいえ以前のナビゲーター公募にちゃんと日本語が話せる人って条件がついててすごい衝撃だったああ今日もねなんかやっぱ英語喋れないとダメなんですかってあるんですけどもちろん喋れないより喋れた方がいいと思うんですけどもちろん日本語が ききちっっとできるっていうのはね日本のラジオ局ですから当然のことだと思うんですけど僕が思うに言語ができるっていうよりも例えばその言語を喋れるっていう経験だったりとか他の外国で生活したことがあるゆえに喋れると思うんですよねその経験が喋りに生かされるっていう方が実は英語とか他の外国語ができる大事なんじゃないかなというふうに思いますね僕もまああの 半分外国の地ですけど、まあ、英語圏の人間ではないので、英語は独学です。はい。別に、英語ネイティブの、あのー、エリアではないので、はい。そういう意味では、まあ自分も音楽も好きだし、まあ英語も喋れるようになりたかったしっていうのもあったので、そういう方法でもいいと思いますね。はい。えー、あと、ナビゲーターって物知りな方がいいですか言葉悪いけど、バカでもなれますか <laughs> もちろん、知識はないよりも、あった方がいいと思うんですけど、ここでじゃあ僕ちょっとその話をしたいと。DJ 太郎的なナビゲーション、えー、ナビゲーター講座ですかはい。DJ、もナビゲーターというか、まあ、とりあえず DJ って言い方にしましょう。あの何を話す人だと思いますか例えば、アナウンサーさんはニュースを正確に伝えるとか、ね。評論家の方は自分の意見でいろんなこう批評するとか、いろいろこう喋り手によってあるわけじゃないですか。DJ っていうのは、僕はあの、 自分の価値観とか自分の切り口でお話をする人だと思うんですよね。ということは、あのそこが自分のパーソナリティ自分の個性だと思うんですよ。自分が何を考えているか、自分が何を思っているのか。自分の経験値でお話をするのが、えー、僕は DJ という職業なんではないかなと思うんですよね、はいで。僕のナビゲーターデビューはですね、98年の4月なんですけど、僕もオーディションです。長野オリンピックの白馬の会場で喋ってた。 ですけけどそれ終わってオーディションを受けましたね一番最初に僕は JV で番組をやらせてもらった JVDX っていう番組のオーディションでもう原稿ありましたこれでオーディションやってくださいと他の人いなかったら僕一人だけ受けましたけど、はい、もう番組のフォーマットがあってこれで自己紹介とあのこういうテーマに沿って話してみてくださいという5分ぐらいのお時間をいただいて、はい、で後ほど結果連絡しますって言ってね 1>, 1週間後ぐらいにって言われたんですけど3日後に電話かかってきたんですよあもう落ちたなと思ったんですけど、えー、4月から月金でお願いしますって言われて月曜日と金曜日ですかって言ったら月曜日から金曜日ですそこは僕のスタートだったんですけど、はい、で、あのー、ラジオ DJ に大事なことってあのみんなねテクニックとかこういうことができるとっていろいろそういうふうに思う方いると思うんですけどそうじゃないと思います僕はあのいろんなことを経験する経験値が大事だと思うんですよね、はい だって自分のほら切り口とかあの自分の思ったことをしゃべる人ってさっきお話したでしょということはテクニックがあっても経験値がないとだめなんですよ話すことがなくなっちゃうじゃないですかはいいろんなことがあった時にあ自分は過去にこういう経験をしたからそのお話をしようっていうのが頭にポッと出てくるだから自分が経験したこともちゃんと頭の中に覚えてるこれ来週のネタに話そうとかそういうことじゃなくて、ね、例えば昨日ニューヨーク行ってて、えー、明日から、えー イギリスに行きますとかね、えー、いろんなとこに行ってるとたくさん喋れるネタもあると思うんですけど僕も日頃やっぱ毎日番組やってるしみんなとそんなに日々変わらない生活を送ってたりとかするんですけどこ日々の日常の中にどういうあのことを感じることができるのかっていうねちょっとしたことでも、まあ、そういうことがあのふっとした時に話せるかってそういうこういろいろこう記憶していくことはすごい大事なんですよねはいでオーディションを突破する皆さんに言いますもう自己紹介だけちゃんとできればいいと思いますはい 自己,紹介自己紹介ってあの名前でどこで生まれていくつでとかでも性格はって言われたらもう明るいって言うしかないでしょ多分好奇心はって言ったらもう旺盛って言うしかないんですよそれを言葉で言わない自分を言えればいいんですよねどんな部分で自分は好奇心旺盛なのかどんな性格だから明るいって言えるのかっていうのを今日あった自分、えー、昨日起こったことそうやってくると365日毎日自己紹介できるんですよ違うお話で 全て自分が感じたこと思ったことを口にするとそれは自分を語る自分の自己紹介になるんで,でオーディションとか多分あのいろんな人がこう面接官とかいるんですけど多分最初の1分しか聞いてないですはい大抵の方は大体みんな同じ話になっちゃうんですよね後半に行けば行こうで飽きるし誰から行きますかって言われたら一番最初にやった方がいいですはいで頭の話1分しか聞いてないっていうのは多分自己紹介しか聞いてないと思っててくださいだから自己紹介がいかに 1>, 1分間自分のことを今の自分をお話しできるかそれがすごく大事なところなんじゃないかなというふうに僕は勝手に思ってますさあじゃあこの後はですねさらに先輩ナビゲーターが登場しますあの方が仕事術を語ってくれますいやすごいのありがとうございますえいえいえ ラジオ DJ を自己紹介しかしないです。はい、<laughs> 僕はあの、ね、自分の,あのラジオ DJ 講座っていうのを自分のスタジオでやってるんですけどそれはあの普通にあの、まあ、それを学びたいっていう人にあの。 まあ、お教えしてるというか僕が大事に思っていることだけを話してるだけなんですけどそこでもほとんど自己紹介の練習しかしないですうそうそうそうゲストとのトークとかねいろいろ項目に分けてやったりとかするとこもあるしそれに近いこともやるけどでも自分あのラジオ DJ になるってことは自分を知るってことなんですよね、うん、そうこれを聞いたときにこうこういう曲を聞いたときに自分は何をしていた かとかパッととすぐ絵が浮かぶかとかぶねそういうこともすごい大事だしそうそうそう絵を見てる自分を自分でもう一回お話しするっていう,そう,そうこれ一番分かりやすい失恋したってメッセージが来た時に自分が恋愛してた時の話とか分かりやすいじゃないですかでパッとそういうのを思い出せるそれが5年前の話なのか10年前の話なのか恋愛の話もいっぱいある中でこうとかみたいなそういう自分の記憶とちゃんと直結して この話をしようってて決めるわけじゃなくてそうそうそうだから自分がいっぱい経験してないとお話もきっとできないし話す意味もないと思うんですよ。そうあとはそれれをどれだけこんな話でも出なかったら一生思い出,した出さないわこんなこととかっていうことも頭の中のハードディスクが常にいっぱいになっちゃうんですけどでも必要な時だけ出てくるっていうそういう自分に。 そうそうそそれはすごい大事だと思う,う、ねうんですよねまさかハリスさんとか <laughs> 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 さあどうなんでしょうか こんばんはこんばんはって言うと一番わかりやすいんです二22分半 OK OK です。ありがとうございます。 Swing Out Sister, Heaven Only Knows, お届けいたしました。J-Wave, Hello World。今夜は J-Wave Audition 2014、もう締め切り迫ってるということで、ちょっとナビゲーターのお仕事を探っております。どんな職業なのか、どんな人間なのか、えー、現役 J-Wave ナビゲーターはどう考えているんでしょうか。続いてはですね、どちらかというと、こんにちはよりも、こんばんはと、えー、言っていただけるとしっくりくる、この方にお話聞いてみました。 Hello World DJ お聞きのささん DJ 太郎さんこんばんこばは毎週日曜日午後6時からお届けしているーーーナビゲーターのロバート・ハリスです海外で20年近く生活して日本に帰ってきてであのしばらく何もしてなかったんですね。で友達を呼んでパーティーを家で開いていてそこでいろんなこう僕の面白話を皆さんに聞かせてそれで楽しんでいてでもなんかこれが仕事になって金になればいいなと思ったんですね。 た僕の友達があのロバート日本でねしばらくいるんだったらラジオの DJ になったら僕全然あのそういう考えがなかったんですけどもじゃあって言って JWAVE に来てオーディションを受けてですね受かってでもどうも昼よりは夜の,夜の方がこの人いいなと思ったらしくて夜夜ののの番番組組深かから始めたのがきっかけですねなんだろうあのー、もちろん話がうまいとか読みがうまいとか声がいいとか。 ある程度の言語力バイリンガルだった方がいいしあとある程度の教養を持っていた方がいいと思うんですけどもあとは僕そういうものは前提に置いといてこう知的好奇心とか人に対する興味とかそれからあといっぱい本を読んだり映画を見たりっていうことを常にしていることが重要なんだと思うんですよ。そういったことをを自自分分のの言言言葉でええるる意見を言える とといいうことが大切だと思いますねあとだからいっぱい旅をしていいいいいっぱい恋をするのもいいんじゃないかなか喜びを感じる瞬間まあ自分での一人しゃべりでたまにこういい感じにこう自分の言いたいことを言えた時っていうのはまあ小さな満足感がありますけどもあと僕インタビューの番組が多いんであの対談の番組が多いんでその対談してる相手のこうなんていうのかなこう世間に向けた壁 を突き破ってその人の心を垣間見ることができたときはかなりの達成感を感じますね。えっ、ー、とねだいたいあの女性をくどく時のあの進行と同じだと思うんですけども、まず自分がオープンになって自分の話を少しするんですね。あ僕はこういうことがあったんですよっていうオープニングを作ってあげると向こうの人もオープンになってくれる場合がかなり多いですね。あとまあ楽しい雰囲気を作って。 あの、お互いにリラックスしてこう。本音で話せるような会話にどんどん持っていくこう。微妙なところなんですけどね。まあ、ね女性を口説くのもはい、同じです。女性を口説くトークが2回出てきましたね。<laughs> ハリスさんありがとうございますね。<laughs> ハリスさんらしい答えだなって。でもそうなんですよ。もうハリスさんはそういう意味ではすごくこう。いろんなこと経験して経験値高いわけじゃないですか？ ねまあ、そういった自分の経験値で価値観で切り口でやっぱお話しする方なんですよねうんでやっぱラジオ DJ の人って、まあ、自分もそうなんですけどマイクの前にいる時と普段の自分全然変わんないですもちろん作る必要もないし盛る必要もないしその本人が喋ってるからそれがパーソナリティだと思うんですよねハリスさんもすごいそういう方です一緒に話してるだけでやっぱワクワクするし楽しくなるしそういうところでもって インタビューしてても相手の方も少しずつこう心を開いてというかよりそういう、えー、話がお互いでできるっていうね、まあ、これはやっぱりそのそれはやっぱハリスさんの持ってる人柄ね、まあ、そういう自然な自分が出せるようになるってことはすごく大事だと思います、はい、さあじゃあそんな大先輩のロバート・ハリスさん次世代のナビゲーターに向けてメッセージをいただきましたまあさっきも言ったようになるべく 知的好奇心を持って本をいっぱい読んで映画を見てで人といっぱい話して人のねあの言葉をよく聞く自分の話ばっかりするんじゃなくて人の話を聞けるっていうことも大切だしあとは自分なりのスタンスをいつも持っていて例えば映画の話をするにしてもね本読んだ本の話をするにしてもなるべく自分の言葉で本音で話すのがいいと思うんでそういうことをいつも友達なんかとね練習するのはいいんじゃないかと思いますね。 まあ自分のフィロソフィーを持つことが大切じゃないかな。はい、ありがとうございます。ハリスさん、自分のフィロソフィーね、自分の考え方とかそうなんです。自分の価値観とか自分の切り口とかね、こう目の前に見えているものもこう表面的に見えている部分なのか、それとも自分はもうちょっと横だったり。 360度物事にもいろんな角度があるんですよね。そこがどこが自分がこう思う部分なのかっていう、そういうところでお話ができる人が僕はラジオ DJ なんじゃないかなそのための経験値が大事ですね。あとこれ、えー、質問。DJ の雇用契約ってどうなってるんですかないっすよ、そんなもん、えーあの。人によって何年、何十年も番組を続けてる人もいれば、半年で去っていく人もいますけど、ってね、長期契約みたいになるんでしょうかないです。はい。 えー、僕も JAV でだから98年から,だから16年番組やってますけど何の保証もないですそういう意味では <laughs> 常に自分があるべきことが自分の姿でできててそれが皆さんの、まあ、耳に届いてそれが評価されればというところなんでそういう意味じゃ常に崖っぷちですけどでも魅力あるお仕事だと思いますオーディションを受けられる皆さんも頑張っていただきたいなとハリ、はい、さん本当どうもありがとうございました